こんにちは塩の羽生です今回は、たった数パーセントしかない驚きのレアレーシ車、小田急3000型のワイドワーン電車について皆さんに紹介をしていきましょう。小田急3000型といえば、なんかいっぱい作られて、総勢300流以上もありますけれど、これが恐ろしいことに、まだまだ増えていくリポイです。そんな小田急の中への大多数派、小田急3000型ですが、実はこの小田急3000型の中に、とんでもない陳謝が紛れ込んでいます。今回はそんな小田急3000型の 珍しい電車について皆さんに紹介をしていきましょう。この動画を最後に見れば、オダ急キー・サルズ型の珍しい電車がよくわかります。というわけで始めていきましょうかオダ急キー・サルズ型って結構いろんな理由で動画出ました。詳しい動画については実を言うと、こういう動画を出ししましたので、なんだかんだ言ってもし興味があったら、この動画が終わった後ぜひ見てくださいね。とはいえ一応この話については、そこまでそのオダ急キー・サルズ型の登場経緯は深く関係しません。 ざっくり言うといっぱい作りたかったけど、今回紹介する列車はそもそも確率が低い。つまりは、もうそもそも数が少ない。だからあんまり正直言って、なんか登場した経緯の理由が大きく関係するかというとなっとも言いません。まあとはいえ結論から言うと、2001年から今回紹介するこの出てる列車が誕生しました。そして誕生したのが、だいたい2001年頃。一応走り始めたのが2 0 0 2年頃ですね。まあとはいえこの1年くらいだいたい6両編成が4本分使いました。ただこの車両、かわいそうなことに、 この6両編成4本分が使えたとは、正直言って、もう何も、使れませんでした。厳密に言うと、小田急ゅう撮影型は使えたんですけれども、今回紹介していくタイプの小田急ゅう撮影型も、使れません。というか、本当に6両編成の方で終わりでした。では、どういうおだきゅう撮影なのか。結論から言うと、このサムネのような小田急ゅう撮影型です。よく見てみましょう。そう、ワイルドアがあります。つまり、このワイルドアが付いている小田急ゅう撮影型が、なんと、6両編成が4本分しかないという、超レアな小田急ゅう撮影型です。 なんとこの6類編成用法を作ったわけで結局このワイドドア中止普通のサイズのドアに戻りましたさらには飛ぶクロマドでも配置されたりとか他にも車内の内装も大幅に変化したり追加の形が変わったりあとは床の,あの座席のななか下にある部分小田急3000型の初期の今回紹介してきた電たについては従来の小田急2000型までと同じでなんか普通にヒーターが床から椅子の高さ7辺まであるなんか大きいものがついてましたが小田急3000型の銀車リコは JR とかよく使われている なんか、椅子の下に小さいヒーターを置いて、その椅子の下の部分にスペースを作る。このスペースってなんか、荷物を置くためなのか、それともなんか、単純にケチいたかったのかはわかりませんが、まあ、どういう意味なのかはよくわかりません、ね、私は正直。ですが、まあ、こういう感じで座席のなんか仕様も若干変わっています。ちなみに先ほど言った三角形の追加も E231 系といった JR 車両にそっくりです。つまりどういうことかっていうと、なんかもう明らかに JR と同じようなパーツを2車1個は結構使いましたが、 今回紹介している一番最初の1位者だけは、今回のように、なんか普通に座席はなんか、従来の小田急列車と同じで、結果的になんか、小田急独自の感じがまろっこってました。もっと言うなら、車内の窓ガラスと、あの、椅子の真ん中にある、あのなんか、真ん中にあるスペース、あちらも実は地味に変わってます。この1位者だけは、従来の小田急車と同じで、なんか金属は私ですが、2位以降は、なんかプラスチックなもので囲われています。 すごい細かいし、表現もちょっと難しいですが、まあそういう細かい部分までなんか JR っぽくありました。まあとはいえ、座席は E231 系の、小山初期車両は全然柔らかいし、他にも、貫通扉は E231 系、初期車たちはちゃんと全車両についてますし、他にも、モーター等も E231 系に比べたら全然強力なタイプも使ってます。だから全然 E231 系を丸パクリというわけではせんが、まあ一部の部品を E231 系と共通化して、まあいわゆる E231 系って、共通設計の電車を前提としますからね。 結果的にパーツが使えます。だから、こういうパーツを一部活用して、車両のコストを抑えている結果でしょう。冒頭でも言った通り、小田急さんに語って実を言うと、いっぱい作りたかったから、コストを抑えたかったという人もあったかもしれません。ただ、もしかすると、その葛藤だから、最初は普通に作ったけれど、途中へんからやっぱこの両体で作るのはちょっとコストがかかりすぎる。だから、仕様を変えちゃえ。という感じなのでしょうか。結果的には、一時車から二時車、要はワールドアからワールドアじゃない編成になる際に、ついでに他の部分も細かく変更されていって、 なんか結果的に最初の小田急サーズ型の一時者だけなんか試作者的な感じでなんか妙に他の編成とは極端に違う感じになりました。とはいえやっぱりこういう感じで少数でてきてしまった小田急サーズ型のワイルド,ドアではなんでワイルド,ドアが一時者だけで終わったのかこの理由についてもお話をしていきましょうではなんでワイルド,ドアが効いていったのかこの一番の簡単な理由が小田急公式の発表でなんかどうやらホームドアを小田急サーズ型が対応させるために結果的にやめたらしいです 意外かもしれませんんがが一応2003年頃かかからなんかもうううホームドアをつけようとかそういう動きがありまました。まあ、当然当時はホームドアをつけるてもまあどういうふうにつけばいいのかはまだ決まってませんしどういうふうにつけていくのかの計画もまだはっきりしてませんがとはいえつけるという意思はあったようですでもやっぱりそうすると従来のワイドアというのは結構大変ですよねやっぱドアがでかい分ホームドアも大変ですしやっぱり当時はちょっとホームドアの技術がまだまだ未熟だったために結果的にはちょっとコストが高かったりとか他にもなんだかんだ言って ホーームドアのスペースペが足りな,くてなんか今回紹介しているような小田急サーズ型のワイルドア社向けのホームドアこういうのを設置する難易度が高いとも言われています、まあ、今現在では小田急サーズ型より幅の広い東西線のバカでかイドアにも対応したビッグホームドアが東西線には付けられてますがこれは最近の話ですよね小田急サーズ型のワイルドアが中止になってから10年以上経った後の話ですこれらら、結果か,らなんかデカいドアとと、いうのはちょっと なんか微妙じゃんという感じで結果的になんかギリシからは作るのをやめたという感じでしょうかワイド車社をちなみに言うわけですがちょっとこの切り替えは結構大きいと言います実際小田急二製型が使えて以降は割と小田急の通気型でしたみんなワイド車社ばっかりでしたからね使えてるのは正しくある意味小田急のこれまでの67年間ぐらいの歴史でしょうかその歴史がちょっぴり消えてしまったという意味でもちょっと小田急二世型のドアの変更これ結構大きい話はしません で、もそもそもなんで、ドアを大きくしてるかというと、単純で、オキューは利用者が多いから、ドアをでかくした方が結果的になんか、人もいっぱい詰め込めるし、しかもそれでいて、乗り降りの時間が早くなる、そういうメリットがありました。まあ、とはいえ、オキュー一斉型でちょっとでかくしすぎて、失敗したりもありますが、まあ、1.6メートルという感じで、従来の1.3メートルに比べて、0.3メートル長いタイプだと、ちょうどいいという感じで、まあ、人一人分が増えるぐらいの警察家で、一度あたり。 結果的にはなんか今回紹介してるように小田急3000型も一時車だけは採用したんですけれどもねまあとはいえちょっと複々成果が当時はどんどん進んでいきそうな雰囲気だったので結果的に本数を増やせばなんか小田急の車両はなんかちょっとちっちゃくてもいいや輸送力が少なくても大丈夫かもしれないそう思った結果小田急3000型はホームドアの将来的な対応を優先して輸送力をちょっぴり犠牲した上でなんかワイドアを中止しましたそれがたまたは一時車と二次車の境目本当に初期車6両4本作って終わりこういう結果だったでしょう ただやっぱりこういう状態ならちょっと悲しいことも分かりますそれはわずか1年で小田急サーズ型の一時車は何か使いづらいという認定がされたそういう意味かもしれません先ほど言った通りホームドアに対応するためにこのワイドワシ車を呼びましたがつまりワイドア車というのはなんかホームドアで合わないこういうことが将来起こるかもしれませんこうなってくるともしかしたら大会で廃車やかもしれないそういう可能性も出てきましたなんかすごいこの地でかわいそな運命を起きましたがとはいえ最終的にはこの小田急サーズ型って実は救われたのです 先ほど小田急3 0型の初期者がちょっとワイドアでホームドアで対応しづらいと言いましたがなんと小田急対応させちゃいましたというのも方法は単純でかい幅のホームドアを導入しましたなんと2010年後にはようやくそういった技術が本格的にあったためになんとかなりましたさらに最近では下北沢駅とかでもホームドアがついてますがそういった駅のホームドアでもちゃんと対応していました普通にお客さんの利用がきましたこういう感じの小田急3 0型とあと小田急にせが型ですねこの小田急3 0型は少し前でした こちらも実はホームドアに代用して運行しています。ですが実を言うと小田急一線型はなんだかんだ言ってワイドワーシャー入ってこれませんでした。ではどうして空気が湧いが生まれたのか一応3つともドアの幅は同じです。ですがなぜか小田急一線型だけダメでした。ではどうしてこういう風に分かれたのかっていうと理由は非常に簡単で小田急一線型の一部の編成はドアの間隔がおかしかったからです。実は小田急一線型一部の編成限定で中間車を戦闘車に改造するという特殊な工場をしました。 その結果として、一部のオダキー勢型はなんかちょっと、ドアの配置が非常におかしくなってしまい、その結果として、なんかホームドアに対応できないという事態が発生しました。一方、オダキー勢型とオダキー生生は、従来と同じ位置にドアの位置を設定し、それでいて、ドアの幅だけを大きくしたので、結果的にはちょっと、なんかホームドアには何とか対応しました。こういう感じで以外にも、ホームドアをなんか設置するという観点で、オダキー生生の初期者はちょっと危ないという感じがしましたが、でもその一方、いろんな言って ドアが対応したりりとか、ね、結果的にには一応止まりまなした。ただちょっと止まるの難しいかもしれませんね。ドアがでかい分ちょっと余裕が少ないですから。やはりこういうことになってくると、帰りニュースが起きてしまって、結構オーバーラーが多発したら、運行上ちょっと支障が出る可能性もあります。特に高速列車に置き換えたり、朝は時間帯とかのオーバーラーはかなり厄介です。やっぱりこういう状態を防ぐためにも、いろいろとちょっと手段が必要ですよね。というわけで一応、小田急も何も考えずやってるわけありません。ちゃんと対策は取りました。その対策としては t a c もうちょい日本語っぽく言ってしまうと、定位置停止装置。要はブレーキを自動である程度サポートしてくれる機能です。この技術は結構、山手線とかでは昔から導入されていましたが、これが本格的に他の会社とか小田急でも今回は導入されたという形でしょう。やはりホームドアを行いますと、なんだかんだ言って、停止の位置を正確性が高くなり、しかも、それによって、ちょっとずれたら停止位置を修正。こういうことを繰り返したら小田急サーズが出かけらず、まあ当然ですけれども、やっぱり遅延の原因になります。こういうことを防ぐためにも、 今回紹介しししは TSC、小田急は採用しました。だから小田急サーズ型はちょっとドアがでかい分停止位置がシビアになるこの問題はあ程度これで解消できましたこのようなことを踏まえると小田急サーズ型のワイドワーシャ最初はちょっとテクノロジーが追いつかずになんか使いづらかったですけれども最終的にはテクノロジー側とか小田急サーズ型初期者も使いこなしやすいよう使いやすくなんか助けてくれましたよねこういった技術のおかげで小田急サーズ型は初期者も含め今日も元気に活躍中です というわけで、今回はまとめていきましょう。今回は、小田急3000型のワイドワシャ。これがなんとたったの6両編成4本という超少ない編成の数でした。一応これ、まあ100、100%だったできません。というのも実を言うと、小田急3000型まだまだ作れますから。だから、この小田急3000型の割合ですね。おおよその概算ですけれども、だいたい6%から8%ぐらいしか、小田急3000型全体の中でもいませんでした。本当に氷がない珍しい列車です。 こういう感じで希少価値の高い初期の小田急させ型、ワイドアー車ですが、このワイドアー車は、もともと小田急2000型とかといった、昔の車両で使っていた技術をいっぱい使っていた感じでした。ですが、ここのワイドアーが終わると同時に、なんか e サ3ズ系といった共通部品が多く使えたり、かなり変わりましたね、車両の印象が。小田急がこういう風に切り替えていたのは、単純にコースの問題もありますし、あとはホームドアを将来導入するために、でかい幅のホームドアを導入するのはちょっときつい。特になんかホームドアの幅がでかいと。 当時の場合、特注ヒジャイとできなかったかもしれません。ですが、今現在は結構大きなホームドアというのも作りやすくなっており、結果的には、今現在、なんだかんだ言ってもらき気をさせ方、このでかいホームドアでも、ちゃんとホームドア駅で優線できます。さらには、このホームドア、やはりワイドアだとちょっと余裕がありませんが、その一方で TSC を使って停止を支援することで、このミスを大幅に減らせます。そういう結果として、初期車の間ちょっとホームドアが狭くて、やりにくいという感じの電車でも、安心して定位置に行められる、そういうことができてました。 同じワイドワーシャ繋がりで、小田急2世型、ワイドワーシャは残念ながら、ちょっとホームドアに対応できないために、結果的に引退するっていうことが結構可能性として高くなりましたが、その一方で、小田急2世型や小田急3世型は普通にホームドアがまだ使えます。だからもしかすると、今後リリースされる可能性も少なくないでしょう。まあもちろんとはいえまだ確定した事故ではありませんので、そこを話はちょっとご注意ください。とはいえ、なだかんだ言って、当初はちょっと、なんか4両だけ、ホームドアに対応しづらい人が出てきてしまった。 そういう感じがしましたが、最終的に今では、一応他の小田急3000型と一緒に、仲良くちゃんと運行できています。というわけで今回はこれで終わりましょう。私のチャンネルでは他にもこういった鉄道に関するお話をいっぱい投稿しています。興味があったらぜひ、チャンネル登録してくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価。他にも今回ちょこちょこ出てきた小田急1000型、2000型、3000型のなんかワイドオーシャじゃない編成。この編成のお話についても結構お話をしてますので、興味があったらぜひ私の動画を見てください。他にも。 またこの動画を最後に見た方はぜひ、この動画を最後に見たよっていう合図で、クリーミーという単語を書いてくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ